こんにちは。ゴーゴージャングルマーケットストラテジーの時間になりました。この番組は様々なトレードスタイルの個人投資家の皆様にマーケットに関するストラテジーをお届けする番組です。今日のゲストトークのコーナーではマネックス証券の田中久美子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今週もこちらのコーナーから。ゴーゴージャングル人気ピックアップコンテンツです。FX オンで毎日公表しているさまざまなコンテンツから注目度の高いものをピックアップしてご紹介します。今日ピックアップするのはこちらです。株式シストレです。株式シストレではシステムトレードの達人をはじめとしマネックス証券のトレードステーションなどの取引ツール上で自動的に株式の売買を行うストラテジーを購入することができます。またストラテジーの成績やお客様による商品レビュー、コミュニティなどが掲載されていますので、ストラテジーの実力を知った上で購入できるコンテンツとなっています。ぜひ皆様もこちらの株式シストレをチェックしてみてください。以上、FX オンの人気ピックアップコンテンツでした。この後はゲストの田中さんをお迎えします。この番組は、投資家の英知をすべての人に、ゴーゴージャングルを展開するフィンテック e コマースのリーディングカンパニー株式会社ゴゴジャンの提供でお送りします。ゴーゴージャングルマーケットストラテジー、ここからはゲストトークのコーナーです。本日のゲストはマネックス証券トレードステーション推進室の田中久美子さんです。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですよね。そうですね、2ヶ月ぶりぐらいですかね、そんなに経ちましたか、はい、本当に暑い日が続きますけれども、バテてませんか。本当にバテながら仕事してます、そうですか。そんな中今日は来ていただきました。今日のお話はですね、こちら、はい、お持ちいただきました。先日深見さんにもお話しいただいたんですけれども、 Easy Language プログラミング入門、はい、こちらの書籍を、もう一度ご案内しようかなと思いまして、はい、来ました。はい、今日は何でもこのプログラミングも実際にしていただけるということで、はい、トレードステーションを使って実際にイージーランゲージを書いて簡単にプログラミングをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。では早速、はい、まずではこのイージーランゲージとはそもそも何なのかというお話なんですけれども、はい、これトレードステーション専用のプログラミング言語のことです、はい、でほとんどの取引ツール、取引ツール以外にもパソコンとかいろんなソフトとかっていうのは、だいたいこのプログラミングを書いて、それに沿って動くっていう動きをしているんですね、はいはい、でこれトレードステーションはイージーランゲージっていうプログラミング言語を使って起動しています、はい、でほとんどの取引ツールっていうのはプログラミングを直接利用者がいじるっていうことできないんですね。もともとはできないんですね、はい、できないんですよ、はい、でもただトレードステーションは、利用者の皆さんが自身でこのプログラミングをトレードステーションイージーランゲージをいじって、はい、プログラミングをやるっていうことができる数少ないツールなんですよ。そうだったんですね、はい、でこれがあれば何ができるかっていうと、もともとあるトレードステーションの機能をさらにパワーアップしたり、自分の使いやすいように改造したりですとか、はい、あとはもう全く別の一から新しい機能を作るっていうこともやろうと思えばできちゃうんですよね。そうなんですね。で例えばですね、ちょっとこんなことができるよというのを、ご案内したくて、トレードステーションのウェブサイトにこんなすぐ使えるインジケーターワークスペース集っていうのがあるんですけれども、ここのページはもともとはトレードステーションには最初からは入っていない機能たちなんですが、お客様のご要望ですとか、こうしたらもっといいんじゃないかっていうご意見を集めて、こっち側でこのイージーランゲージを使って作った機能なんですね。例えばこの価格帯別出来高なんていうやつはもともとトレステには入ってない機能だったんですよ。それをイージーランゲージっていうプログラミング言語を使って新たに作って提供しているっていうものなんですね、はい、で、あとはですね、このさっき の分析以外にもこのシステムトレードにも使えます、うんうん、これも7パターン識別アルゴリズムという外部の会社さんに作ってもらった売買、はい、システムなんですけれども、もともとトレードステーションには入っていないものをイージーランゲージを作って、新しくプログラミングを書いて、でこのように自動売買できるっていうものなんですね。
なのでトレステに組み込んでいただけると、はい、今まで、最初トレステをどんどんパワーアップさせることができるっていうのが、このイージーランゲージになります。このページはマイページを持っている方のみですか、それともどなたでも見られる？これどなたでも見られます。そうなんですね。でダウンロードもでき、はい、さっきのはダウンロードもできるので、こちらからですねダウンロードできるので、トレードステーションが入っているパソコンであればどなたでもこれ使えることができます。はい、わ、ぜひチェックしてみていただきたいですね。はい、で、さらにこの先月出たこのイージーランゲージプログラミング入門なんですけれども、はい、このイージーランゲージプログラム言語なので、まあ、少し難しいというかプログラム の知識は必要になるんですね。でただこの分厚さからも分かるようにですね、はい、かなり初心者向けプログラムの知識がない方でも、分かるように、なっていまして、2センチぐらいありますよ、幅。結構枕ぐらいになるんじゃないかっていう、はい、で実は私自身もプログラム経験本当になくて全然できないんですよ。でそんな私がこの本をちょっと読んでみてプログラミング勉強してみようかなと思って、ちょっと先日から頑張っておりまして、今日はちょっとその成果をですね、はい、ご覧いただきたいなということを思っております。その頑張っていただいた成果を、はいはい、で今画面に出たのがこれがイージーランゲージの編集画面なんですね。はい、これトレードステーション使っている方なら皆さん見れる画面になります。で、ちょっとですね簡単にこれプログラム文書いてみました。はい、で、プリントハローマリさんとわマリさんハロー久美子さん、はい、入れてみたんですけれども、はい、でこれでこのプログラムを書いたらどうなるのかというところですね。でこれ今、はい、トレードステーションのチャートですね。でそこからイージーランゲージの印刷ログっていう機能を出すと、はい、ここにハローマリさんと出ましたね。これはさっきのイージーランゲージでこのプログラミングこのプリントっていうのが、さっきのこれですね、ここに印刷ログにプリントせよという命令文なんですね。はい、で、このダブルクォーテーションで囲った中の文言をプリントしなさいという命令に従って、はい、ここにハローマリさんと出たというプログラムになります。でここからさらに、ちょっと応用編でここをまず消しまして、消えちゃいました、はい、で、例えばクローズ、これ終わり値の意味ですね。でクローズとこのようにしてやると、はい、じゃあ今度はどうなるのかと言いますと、パンパンと、これ上にトヨタの日足のチャートが出てるんですけれども、はい、これのトヨタの、日々の終わり値がずらーっとプリントされるという意味になります。まあ、プリントといっても印刷という意味、ここに出てくるという表示させるという意味のプリントですね。はい、で、さらにちょっとこれだと数字だけなので何の数字かわからないということで、ちょっとここから、派生して、例えば、クローズこんな感じでやってみると、はい、この状態で出してみるとこんな風にクローズ終わり値はこの値段だよという表示に変わりました。はい、でさらにこれ終わり値ずらーっと出ていますけれども、はい、いつの終わり値かわからないということで、はい、例えば、もうちょっと加えてデートほうほうほうこんな感じで、いや今田中さんリアルタイムで打ってくださっていますけれども、はい、こんな感じで、はい、出しました。これダブルクォーテーションで囲っているので、このままプリントすると、はい、ここまではこのままデートをプリントして、うんうんうん、でこう次のデートっていうのはこのデート日付を印刷出してくださいという意味ですね。はい、でこのカッコでカッコゼロってしてるんですけれども、このゼロっていうのが最新のという意味で、最新の日付をプリントしてください、はい、で最後に終わり値をプリントしてくださいという意味で、これを適用してみると今度は下の方にこんな風に日付とその日の終わり値というのが出ました。ちょっとこの日付トレードステーション特有の日付の出方なんですけれども、はい、これは2008年の2月13日の終わり値はこの値段だったよという意味になります。で最新なので下行くと今日の日付と終わり値が出るという感じになります。すごい、はい、田中さん華麗ですね。いやいやいや、でもこんな風に1行だけのプログラムでも十分にできるんですね。でさらにですね、今まで
このプリント、うん、印刷ログだけを見ましたけれども、はい、早速次はチャートに何か書いてみるというのをやりたいと思います。ぜひぜひ。でちなみにこれ、はい、このスラッシュを2個入れるとこのプログラム文は何もないことになります。読まないという意味なんですね。で次の、はい、すいません間違えちゃった。次で今度はプロット、はい、プロットと入れてみてプロットと、はい、クローズ、プロットクローズ、とクローズ、はい、でゼロ、こんな感じでやってみると、はい、どうなるかというと、今度チャートに、はい、この赤い線が加わりました。これ何ですか？これ終わり値ですね。何をしたかというとプロットでクローズ、はい、プロットっていうのはチャートに組み込んでくださいという意味 でチャートに終わり値、最新の終わり値の線を引っ張ってくださいという意味です。で、ここに終わり値の線ですね、終わり値ラインが引かれました。ちょっと見にくいので、これをこんな風にちょっとこんな変えることもできて、そうすると、元のトヨタのロウソク足にかぶって、はい、このように終わり値のラインができたという意味になります。でさらにこれを今ゼロって、ここの括弧に書いたゼロって最新の足なので、はい、これも例えば10にすると、はい、10日前の終わり値をプロットせよという意味になりまして、でこれを適用するとどうなるのかというと、はい、なんとちょっとずれたの分かりますかね。分かりますよ。10日分ロウソク足ずれまして、なので10日前の株価と今の前、今現在の終わり値を比べることができるんですよ。はい、で移動平均、すみません、一目均衡表の地高線と全く同じやり方ですよね。はいはい、自分で作れちゃうんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、こんな風に1分だけのプログラムでもこんな風にもうチャートに描くことができちゃうんですね、はい、なので、もう少し複雑なプログラムもこのプログラミング入門を読めば書けるようになるという。でもちろん今 の、一文だけのプログラムも最初の方に載ってまして、はい、この通りに書けば十分に練習ができますので、これ以上の複雑なプログラム文もこちらでどん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 勉強していただければと思います。私も頑張りたいと思います。はい、田中さん今ちなみに何ページぐらいで何日ぐらいやられてここまでサラサラとできるんですか？これはもう1時間ぐらいで、1時間ぐらいで、はい、できると思います。田中さんだからかなとも思わなくもないですけれども、完全制覇はもうちょっとかかりそうですけど頑張ります。いやありがとうございます。 Easy Language プログラミング入門、まあ、こちら本当にトレードステーションで、実践できるというものになっています、はい、書店に行けばありますし、はい、まあ、ただなんかプログラミングのエリアに置いてあることもあるそうですね。投資エリアじゃなくてパソコンのプログラミングエリアにあることが多いので、はい、そちらかもしくは、はい、ネットでも買えると思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。今日は田中久美子さんに来ていただきました。それでは最後にお知らせです。ゴーゴージャングルは投資サロン、シストレ、インジケーター、電子書籍など日本全国の投資家やプログラマーが作るさまざまなコンテンツが集まるフィンテック e コマースサイトです。各コンテンツには実際に使用したユーザーによる商品レビュー、開発者とユーザー、またはユーザー同士で情報交換が行えるコミュニティが必ず備わっていて、お客様に最良のコンテンツをお届けできる仕組みとなっています。有料商品だけでなく無料で入手できる商品も多数取り扱っていますので、ぜひ FX のサイトをチェックしていただき、さまざまな商品をお探しいただければと思います。また腕に自信がある投資家の皆様からのご出品もお待ちしております。どしどしご応募ください。お送りしてまいりましたゴーゴージャングルマーケットストラテジー、今週はこの辺でお別れの時間となります。来週も素敵なゲストをお迎えしますので、どうぞご期待ください。それでは皆様、暑い日が続きますが熱中症などには十分お気をつけになって、素敵な午後の時間をお過ごしください。